シノプ、または、シノオペイは、トルコ北部のシノプ県の県都である。古代には、パフラゴニア地方にあたる地域であり、歴史的には、シノオペイとして知られている。シノプ、シノップ、シノペ、シノオペー古代名はシヌワであり、イスラーム世界の学者、旅行川町を、サヌーブ、シナーブ、シーヌーブと呼んだ。観光業や小規模な漁業。 造船業が営まれ、タバコ、木材などを輸出する港湾都市である。町を東西に走るジュムフリエット通りとサカルヤ通り、サカルヤ通りの東端から南に伸びるアタチュルク通りが町の大通りになっている。シノプ周辺の地域では、青銅器時代初期から人類が生活していたが、町そのものの起源は明確になっていない。メソポタミア、 キリキアから訪れた対象の交易拠点となっていた。キンメリア人によって街が破壊された後、紀元前8世紀にミレトスからの入植者が街を再建した。ギリシャの地理学者ストラボンは、神話の英雄、イアーソーンが率いるアルゴナウ隊がシノーペーを発見した伝承を紹介している。国会、アナトリア半島内陸部、メソポタミア地方を結ぶ交易地として、 シノーペイの街は繁栄した。シノーペイでは、ポントス山脈に茂る森林から採れる木材を利用した造船業が発達し、イオニアは、シノーペイを拠点として、トラペズスなどの新たな植民都市を建設した。紀元前2世紀になると、ポントス王国の首都となり、サムスンと並ぶ拠点となる。ミトリダテス6世の地勢に、シノーペイは全世紀を迎え、 ミトリガテス6世の記事である、シノーペイには、神殿や造船所が建設されたが、ポントスが、共和制ローマの執政官、ルキウスリキニウスルクルスに敗れると町も、ローマの影響下に置かれる。紀元前47年に、ローマによって征服され、ユリウスカイサルがこの地に、コローニアユリアフェリックスという植民地を建設した。ローマ時代には、クリミア半島との易で繁栄したが、 サムスンと比べて内陸部との交通の便で劣るため、繁栄の度合いもサムスンに次ぐものであった。ローマ帝国の東西分裂後、シノーペイは東ローマ帝国領となった。東ローマ時代でもシノプは商業都市としての性質を保ち続け、セルジュ区長がアナトリア半島に進出した後もビザンツ領として残っていた。1204年の第四回十字軍によって、 コンスタンティノープルが陥落すると、トレビゾンド帝国の領土となり、1214年に、ルームセルジューク朝のカイクバード一世に征服された。町には、ルームセルジュークの軍隊が駐屯し、キリスト教の教会は、イスラームのモスクに改築される。この後1254年に、トレビゾンド帝国が一度シノプを奪還することに、成功する。13世紀半ばに、 ルームセルジューク朝が衰退すると、シノプの町は、イルハン朝の影響下に入り、1265年に、イルハン朝の君主アバカは、ルームセルジュークの最小ムインアディーンスライマーンに、シノプの支配権を与えた。14世紀初頭のルームセルジューク朝の滅亡後、イルハン朝は、ガーズイ・チェレビーに、シノプの統治を委任し、この地に、米陸国家のペルバーネ公国が成立した。 1322年頃ジャンダル広告がシノプを征服し、ジャンダル広告の首都とされた。1340年に旅行家、イブン・マトゥータが、シノプの街を訪れ、キリスト教区の居住区や大モスクについて書き残した。ジャンダル広告は、シノプを拠点として、オスマン帝国への交戦を続けたが、1461年に、メフメト2世によって、 ジャンダル広告とシノプはオスマン帝国に併合される。13世紀、14世紀のシノプはイズニク、ブルサにつながる交易の拠点として重要視され、1351年よりジェノバ共和国の領事館が置かれた。イバノアイバズオフスキー、シノプの開戦1853年作オスマン帝国と地下のシノプはアナトリア半島有数の交易。 造船業の拠点として繁栄した。17世紀初頭には、シノプはしばしばコサックの攻撃を受け、防備が強化された。1853年11月のクリミア戦争の初期には、シノプで海戦が行われ、ロシア帝国のパーベルナヒーモフが、オスマン帝国のフリーゲート艦隊を沈没させた。また、ロシア艦隊の砲撃によって、町の聖教徒の居住区は、 大きな損害を受けた。このことはイギリスとフランスがロシアに宣戦線するきっかけとなった。第一次世界大戦後、シノプでは国会沿岸部にポントス共和国の建設を目指すギリシャ人が活動していた。1919年9月にはイギリス軍によって街が一時的に占領される。20世紀半ばにカスタモヌとサムスンに向かう幹線道路が開設されてから、 シノプの復興が始まる。1959年から港湾の整備が開始されたが、ゾングルダクやサムスンに比べて港湾都市としての機能は低いものとなっている。冷戦期、大ソ連情報収集などを行うアメリカ軍基地が置かれていた。大規模ガラス工場があったが、1990年代後半に閉鎖された。農林水産業がシノプの中心産業となっており、 穀物、トウモロコシ、タバコの栽培、漁業が盛んに行われている。南のポントス山地では林業が行われているが、オスマン帝国が動乱期を迎えた19世紀には、山地の森林が乱発され、軍艦の建造、を首都イスタンブールへの供給に充てられた。二次産業は、町で収穫された産品の加工業が主流であり、製粉、精米、魚粉、魚油、 乳製品の製造が行われている。2009年に選挙で半原発を掲げた市長が就任したが、トルコで2番目となる原子力発電所として、シノプ原子力発電所を建設する計画が進行している。オスマン帝国の統治時代は、金銀在庫の主工業が町の主産業となっていた。アナトリア最北端のインジェ岬から北に突き出た。 ボズテペ半島中央部の幅300メートルほどの地境にシノプの外区は位置する。外区は東西に広がり、南北を海に囲まれている。北側の港には風が吹きつけているが、南側の港は半島が暴風壁となっているために風が遮られ、古くから良好として知られている。町のすぐ南にはポントス山脈が喫立しているため、広輩地がなく、 ポントス山脈はシノプとアナトリア内陸部の交通の障害となっている。サムスン、トラブゾンなどの他のアナトリア北部の都市に比べてシノプは内陸部との交通が不便な場所に位置しており、19世紀の乱末によって森林資源が激減した後は港湾都市としての機能が低下した。第一次世界大戦後、アナトリア東部への不妊を命じられたケマルアタチュルクは、 当初、シノプへの上陸を予定していたが、シノプの交通の便の悪さを知って、上陸先をサムスンに変更し、列強諸国への抵抗運動を展開した。旧憩無所民族博物館ミレトス人によって建設され、後世に成立した国家によって修復と改築が重ねられた城塞が代表的な観光名所として知られている。海岸沿いに建てられた城壁は全長。 約2053メートル、高さ25から53メートル、幅3メートルの規模を持ち、階段から城壁の上に登って、街の景色と国会を見渡すこともできる。内情に存在していた、急増戦所は、旧刑務所民族博物館に姿を変えたが、1877年から1997年まで、刑務所として使用されていた。ありがとうございます。